株式会社アダストリアは東京都渋谷区渋谷の渋谷光カに本社を置くカジュアル医療品及び雑貨を中心とした SPA ブランドを展開する企業。2013年9月に株式会社ポイントが株式会社アダストリアホールディングスに商号変更、事業部門を同年新設された株式会社ポイントに会社分割し持ち株会社となった。 2015年3月に株式会社ポイントと株式、会社トリニテアーツを吸収合併し、再び事業会社に戻った。現代表の福田道夫の祖父が、大正時代に学生服を販売、戦後1953年に、父、福田鉄造が福田屋洋服店として、紳士服工売業を始めた。鉄造の長男、道夫が1969年に同志社。 大学小学部卒業後、医療メーカーを経て、1971年に家業の福田屋に入社。洋服の青山や青木といったディスカウントスタイルの郊外型紳士服チェーンが主流となりつつあったため、水戸での空白マーケットであったメンズカジュアルに乗り換えた。1993年に、道代が社長に就任し、社名をポイントに変更、2000年に、 店頭登録2004年に東証一部上場2015年会社統合によりアダストリアに社名変更代表取締役会長兼最高経営責任者に加え2018年より社長も兼任。香港コレクトポイント香港グローバルワークラテン語の格言であるパーアスペラードアストラ困難を克服して栄光を獲得するを語源にした造語 ありがとうございます。